皆さんこんちは、調子はどうすか。こちら愛媛からはるばる登場、ちびインコーカーがまさかのビート上、ラップで魅力を伝えるちゃんと医学生研修上の先生方、何かを目指そう、お悩みを解消、ちびキャの仕事って実際どんなの。 OK 今からプレゼンテーション、まずちび校内かけでかけ、これって冷静にヤバくね。そして小児から高齢者まで自らの領域を一貫し診断治療、感覚とコミュニケーションの医療、失われた感覚取り戻す意味、聴覚嗅覚味覚平行感覚に発生などなど、非常にあるやりがいい、1分じゃ伝えきれない、女性医師も活躍、3人に1人と増加中、自分なりのワークライフバランス、少子高齢化のニーズに供給、キャリアアップ選択肢の数々、広がる未来ならば無限大。愛媛大学耳鼻咽喉科頭頸部外科、ここには日々手術教育に情熱を注ぐ者たちが集まる研究所がある。新しい世界を見せてやろう、バーチャルリアリティ。セーフティーマージン、ここね。エレクトリックスカルペル、見ておけよ、目の監視さばき、エンドスコピックサージャリー、お願い、緩まないでよ、サーザンスナット。焦点距離 OK、 削ります、マイクロスコピックサージャリー。どうもバチャバチャです。さっき皆さん動画見ちゃったと思いますけど、いかがでしたでしょうか。あれなんと耳鼻咽喉科の先生たちが作った動画なんです。これまさかでしょ、まさかでしょ。耳鼻咽喉科の先生たちの仕事の広さをたった1分で分かっていただく動画を作っておられる、今回愛媛大学の耳鼻咽喉科の教授、はい、波藤先生来ていただいてます。イエイ。はい、どうも、皆さんこんにちは。はい、よろしくお願いします。すいません、無理言って。いえいえ、とんでもないです。あの動画を拝見して、いえいえ、ディレクターにも見てもらって、はいはい、何なんですかこれだと。このパンチの効いた動画を作られた耳鼻科行きたいと、ね、私も行きたいということで、今回この機会を用意させていただいてますので、ありがとうございます。あれ何をきっかけでああいう映像を、まあ、私今日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会の中の卒前卒後教育委員会っていうのがあって、まあ、そこの委員長も教育なんですね。教育なんですね。教育もするんだけど、一番のその方向性っていうのはリクルートなんですよ、はい、なるほど。耳鼻咽喉科頭頸部外科、楽しいよ、やることいっぱいあるよ、やりがいあるよっていうことを、まあ、医学生とか研修医に向けて発信するしなきゃいけない。それを知るにはやっぱりもう短すぎてもあれだし長すぎてもあれなんで、ちょうど1分ぐらいの動画を作ってみんなでコンペしようよと。コンペされたんですか。そうで、そうなんです。去年からそういう企画が動き出して、動き始めて、で愛媛大学が見事第1回の金賞優勝をいただいたと。ありがとうございます。すごいですね。あれはね、金賞いただきますよ。で、でもあれ私が作ってるわけじゃなくて、もちろんあの高木太郎って言って、高木太郎先生、耳鼻科の先生。そうですね、まあ、YouTuber なんですよね。まあ、クリエイターでもある、まあ、医者なんですけど、まあ、そういったことにも長けているという人間が本当頑張って作ってくれて、はい、まあ、あのラップのもすごくいいんですけど、今年はまたジョジョバージョン。私はあまりジョジョってよく知らなかったんですけど、若い人らに見せると、あ、これジョジョだねってみんなが言う。いや、そうですよ、僕ら世代も知ってますよ、ジョジョ人気ですから。今どんどん染み渡るようにこう広がってはいってくれてると。いや、すごいですね。そこの視点が、通常だったらこう真面目な、あの先生方に大変申し訳ない言い方悪いんだけども、なんかありきたりな動画になりがちなんですけど、それをまさかあの切り口で、まあ自由にやってっていうところからね。そうですね。反応はどうなんですか、やっぱあれ見られた。やっぱりありますね。で、やっぱり年配の先生方はちょっと見しわが寄るんですけど、あの若い子たちはおっていう感じで。いや、それはで、本当に音楽ね、あのノリもいいですし、はい、それが、まあ、本当の、まあ、耳鼻科入局につながってくれればいいんですけど、まあ、それはまあ今後ということかもしれません。そうですね、興味を持って、そうなんです、耳鼻科の先生方がやってるお仕事を知って。そうなんです。
でも女医さんも多いんだっていうのも映像になりましたね。そうですよね。そうなんですね。今3分の1ぐらいは耳鼻科も女医さんになってきてます。そうなんですね。多いんですね、うん、さっき外来ちょっとお邪魔してきたんですけど、皆さんこれ特によく言われるのかなって言ってかなと思ってたんですけど、なかったですね。すみません、ちょっと教育が違ったってます。こうやってやられてなんか受付のやられてるのかなと思ったらなかった。最初に登場するあの、はい、DJ やってるやつは本当にあの DJ もやってるんです。 DJ さんなんですね。やっぱりあの音楽とか耳聴覚っていうのはまあ好きなやつが割と集まるので。そりゃそうですよね。そうですね。その方がいいですよ、ね。うん、高木先生もちょっとお会いできてるって、はい、ちょっとなんかやっぱりファンな感じで。そうですね、ですね、はい、彼にはまだまだこれからもちょっとクリエイターとしても頑張ってもらおうと思ってます。耳鼻科医としてもそうです。両方で。両方。はい。高木先生、お勤めご苦労様でございます。こういうふうに先生も申されてますので、ぜひクリエイターとしてもぜひご活躍いただければと思いますっていうことでですね。なんか他にこれからちょっと作るぞみたいなこうまた動画はあられるんでしょうか。まあ難聴に対して我々8030キャンペーンっていうのを取り組んでて、そのまあキャンペーンに関してもこれからちょっと動画配信をしていこうと思っています。あ、はい、8030って多分皆さん聞いても一般の方ちょっとわからないんですけど、これちょっとぜひ説明いただきたいんですけど、はいはい、まあお年取るとみんな、まあ、耳が難聴になっていくんですけど、はいはい、まあ、大体80歳で30デシベルで、このデシベルっていうのは皆さんわからないんですけど、数が大きい方が、まあ、聴力難聴としては悪いんですね。数が大きい方が悪いですね。だから30デシベルよりも少ない方が、ちっちゃい方がいいよという、そういう一つの指標ですね。なるほど。ゼロに近い方がいいということですね。そういうことですね。なるほど。歯科が8020っていう、まあ、運動をされてて、それは80歳で20本の永久歯を残しましょうよという。歯を残そうと。そうですね。20本。それは多い方がいいわけなんですけど、はいはい、30の方はちっちゃい方がいいというんで、ちょっと違うんで、なるほど、まあ、そこを間違わないようにしなきゃいけないから。はい、やっぱりどうしてもでもお年取っていくと、特に80代、まあ、場合によっては90歳になっちゃうと、もう仕方がない部分もあるので、そういった場合には早め早めに補聴器を使いましょうと。なるほど。で、補聴器を使って30デシベルが維持できれば、維持できるようにってことですね。それはそれでいいのかなっていうことなので、なるほど、まあ、まずはご自身の状態をチェックいただくと。チェックすると、ね、それがすごく大事かなと思っています。でそれはもう健康でこう長生きする秘訣としてこの歯は8020で20本だけど、ね、耳は80歳で30デシベル以内に収めようっていう活動ってことですね。なるほどな。これぜひちょっと映像もありますので、ぜひご覧ください、はい、じゃあ8030の歌ぜひ動画見ていてください。いやこれまたポップな感じですね。これそうですね、あの先ほどの高木太郎の、まあ、娘さんが描いてくれたイラストをうまく編集して、相当使い倒してますね。いや高木慶吾、そうそう、娘さんも含めて、ね、娘さんのイラストなんですか。頑張ってくださったんですよ。素晴らしい。娘さんもありがとうございます。絵が上手で本当ですよね。わかりやすいし可愛いし、ね、おじいちゃんおばあちゃんはああいうのがやっぱりいいのかもしれない、ね、はい、先生から僕ちょっとご提案したのかな、これ8030の歌を僕、まあ、友達アーティストの方とかもいらっしゃるし、はい、ちょっと協力してもらってシンガーにちょっと歌ってください。いいと思います。僕も8030の活動をご協力させていただきたいと思います。ぜひお願いいたします、はい、言っちゃったからなやんなきゃいけなくなっちゃいますね。でもね、ぜひちょっと知っていただきたいですね。そうですね、皆さんに。ことじゃあ8030の映像、これ毎年やられるんですか。ちょうど3月3日耳の日っていうのがあって、あ、まあ、そこに合わせて年、ね、1回は、まあ、キャンペーンをキャンペーンやられるんですね。そうか。で、聞こえ8030っていうのが、まあ、キャッチフレーズで全国に、まあ、まあ、地方ローカル発信かもしれませんが、はいはいはい、徐々に、まあ、染み渡っていくような広がっていく、そんなイメージで今取り組みを行っています。これであの先生たちだけじゃなくてお耳に興味持たれてる方とかでいいんですよね。そうなんです、そうですよね、うん、
もうぜひでも補聴器屋さんもねそうですし、工業会さんもそうですし、そうですね、お耳に関係する方々もこう一緒にちょっと取り組んでいただきたいですよ、ね、そうですね。だからどうしても聞こえが落ちちゃったお年寄りも、まだまだカラオケしたいとかですね、いい音楽聞きたいって方もいっぱいいらっしゃるんで、そういう方たちに向けてもデシベルっていう、まあ、域値っていうのも共有しながらですね、していただくきっかけですよね、そう止めていただければと思います。ありがとうございます、はい、ということで、はい、今日はちょっと愛媛大学耳鼻咽喉科のですね教授の鳩先生お迎えして、いやもうパン、これ絶対動画をぜひまたねリンク貼っておきますんで概要欄を見ていただいて、やべえなと感じていただければと。これ高木先生が全て作っておられますので、全て高木先生のクリエイティブセンスでございますので、あと先生は別にクリエイティブに口出してるわけです。作ってっていうことです。なるほど。作ってというふうに優しく問いかけてらっしゃるだけでございますので、また3月楽しみに動画、どうやって動画が上がるのか見ていただければと思いますので、本日先生、ご指摘ありがとうございました。どうも。はい、ありがとうございました。はい、ということで、動画面白いなと思ったら、グッドボタン、グッドボタンを押していただいて、チャンネル登録、ポチッとお願いできればと思いますので、みんな耳大事にするんだぜ。またね。じゃあね。さっきね、ハト先生のインタビュー撮らせていただきましたけど、その中で連発してた高木先生のね、お忙しいのに無理やり寄って撮らせてくれと言ったら、快くしょうがねえなといただきましたんで、高木先生来ていただきありがとうございます。もう動画もう散々拝見させていただいて、ぜひオペスコの先生会ってみたいと言っておりまして、はい、だから発想があったんですか、あれは。そうですね、まあやっぱりインパクトあるものを高いんですけど、まあ大体皆さん多分実写の動画作られるかなと思ったんで、ちょっとうちは色を変えてアニメでいこうかなっていうのが最初にありました。加藤先生もいいよってすぐ言ってくれたんですか。そうですね、もう全部お任せしてくださったので。あ、そうなんですか、はい、いいと思うならいいよ感じで、もうそれぐらいなんですね。そうですね、許容力がある先生すごいですよね普通ダメですよ、普通ダメだと思ったらなかなかエス出ないような。いやもう全然作戦で、すごい。もうでそれでいい感じになって OK 出ちゃったと。次に来たのはジョジョですよ。そうです、ね、これはまたまた冒険になると思いましたけど、もう1回目行けたからまた行けるだろうっていう感じですか。そうです、もう2回目はもう割と自分の好きなものを作ろうと思って、はい、好きだもんね。そうです、分かってらっしゃるなと。ジョジョ好きですからね。ジョジョ好きに悪い人いませんから。また今度8030をもう、はい、作られたって聞いたんですけど、あのイラストの娘さんっていう話も聞いて。あ、そうですね、はい、うちの小学生の娘が。はぁ、使えたと。もう言ったんですよ、高木家使い倒し資産ですよって話をしたんですけど娘さんも上手ですよね。あ、そうですね、まあ喜んで楽しんでもらえたんで、はい、いやいや、あれ素晴らしい可愛い映像だったんでということで、はい、高木家大活躍でございます耳鼻科で頑張り、またこうアーティストとしてもこう映画生徒としても頑張ってらっしゃるんですから、いい使い倒すっておっしゃってました先生。ああうちは高木がいるからとおっしゃってたんで、すごいなと思って娘も喜ぶんですありがとうございます。でまた今年3月ですよね、大体出されるのが。そうですね、また来年の6月の学会に出て、多分3月頃に3月、はい、募集があるのかなと。また企画されてるんですか。いや、まだ全然ちょっと案はないんですけど、はい、まあちょっとまた自分が好きなものを楽しみに作ればいいかなと、楽しみにしておりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。結構ね、早く上がります、今回動画。あ、そうなんですね。ぜひ娘さんにも言っていただいて。あ、そうです、はいはい、伝えます。いや、ということで、すみません、無理やりご紹介いただきまして、はい、ありがとうございます。私でございますので、よかった高木先生ご紹介できました。ありがとうございます。楽しみにしてます、はい、ありがとうございます。ちょっと待って。